テイラー・スウィフト、テイラー・スウィフト、テイラー・スウィフト、1989年12月13日台は、はアメリカ合衆国のカントリーポップ歌手、シンガー・ソングライター、女優として映画やテレビドラマにも出演している。立て続けにヒット曲を生み出しており、感想も広くしばしばと呼ばれる。2018年に公開したは1日で800万再生にも上った。 1989年12月13日、ペンシルベニア州ウエストレディングで生まれた。父親は銀行のファイナンシャルアドバイザーである。父はペンシルベニア州で育ち、祖先は三代にわたる銀行頭取であった。母親は投資信託のマーケティング管理であったが、退職後専業主婦となった。母はアメリカ人であるが、東南アジアを中心に、 エンジニアとして働いていた父親と10歳までシンガポールで過ごし、帰国後テキサス州に居住した。スウィフトには弟がいる。スウィフトはペンシルベニア州の11エーカーのクリスマスツリー農場で幼少期を過ごした。スウィフト一家はクォーターホース、シェットランドポニーを何頭か所有し、彼女の最初の趣味は英国式乗馬であった。 まだ9ヶ月の時に母親にサドルに乗せられたのが最初で、後に競技会に出場するようにまでなった。フランシスコ会の修道所によるプレスクール及び幼稚園に通い、その後男女共学の私立学校に通った。スウィフトと弟は長老派教会を信仰し、下記にバイブルスクールに通った。9歳の時、一家はペンシルベニア州ワイオミッシング郊外に家を借り、 ここで小中高と過ごした。下記はニュージャージー州ストーンハーバーの海岸にある両親の別荘で過ごし、後に子供時代の思い出は主にここで作られたと語った。この頃スウィフトはミュージカルに興味を持ち、劇団でなど多くの作品に出演した。またブロードウェイに定期的に遠征し、歌や演技のレッスンを受けた。 その後、社内アトゥエインの歌を聴いて、衝撃を受け、カントリーミュージックへの興味が湧いた。週末に、地元のフェスティバル、喫茶店、フェア、カラオケ、コンテスト、ガーデンクラブ、ボーイスカウトのミーティング、スポーツイベントなどで演奏するようになった。11歳の頃までなかなかうまくいかなかったが、地元のタレントコンテストで優勝し、チャーリー・ダニエルズの前座として出演する機会を得た。 プロのオペラ歌手である祖母とカントリー歌手のリアン・ライムスの影響を受け、カントリー歌手になることを決意した。その他、パッチ・クライン、ドリー・パートン、シャナイ・ア・トゥエインといった女性カントリー歌手や、リクシー・チックスをよく聴いていたとも述べている。10歳の時、ワイオー・ミッシングでのカラオケ大会で、初めて人前で歌を歌い、その時から詩を書き始めた。の、フェイスヒルのエピソードを見て、 音楽業界で成功するために、テネシー州ナッシュビルへ行く必要性を感じた。11歳の時、母と共にカントリーミュージックで、名高いテネシー州ナッシュビルのミュージックローのレコードレーベルに、ドリー・パートンや、リクシー・チックスのカラオケカバーの自作のデモテープを提出した。しかし、多くのレーベルからの評価は低いままだった。スウィフトは、 この街にいる人々は皆私と同じことを考えている。だから、皆と違うことを思いつかなくてはと気づいた。12歳の時、ギターでサンコードの弾き方を覚え、ラッキーユーで初めて作曲した。以前彼女は、モンスター・イン・マイ・クロゼットという詩で全国優勝していたが、曲を作ることに集中した。2003年、スウィフトは両親と共に、 ニューヨークをベースに活動する音楽マネージャーのダンダイントローと共に活動を始めた。彼の助力により、スウィフトはアバクロンビーフィッチのキャンペーン、ライジングスターズでモデルとして登場し、オリジナル曲はメーベリンのコンピレーションシリーに収録され、いくつかの著名なレコード会社との会議に出席することになった。8年生の頃、 RCA レコードショーケースでのオリジナル曲演奏後、養成所に通うことになり、母とたびたびナッシュビルを訪れることになった。14歳の時、父の仕事がナッシュビル事務所に異動となったため、家族はナッシュビル近郊のヘンダーソンビルの湖畔に転居した。両親は私にプレッシャーをおかけまいと、この街が好きだから引っ越した。心配するなと言っていた。彼らは、 音楽業界のことを何も知らず、エンターテイメントとも何の関係もないけれど、私は脅迫関連にかられていたため彼らは可能な限りあらゆる手を使っていろいろ調べて私を助けようとしてくれた。私はとても感謝している。テネシー州でスウィフトは高等学校に一年生と二年生時に通学した。その後ツアーに対応するため、 ホームスクールを行う私立のクリスチャンスクールに転校した。平均4.0点を維持し、2008年2年分を12ヶ月でこなして高等学校卒業資格を取得した。その後、カントリーミュージックに特化した独立レコードレーベルであるビッグマシンレコードと契約を結んだ。当初はカントリーシンガーとして売り出したが、現在のスタイルは ポップ歌手の傾向が強い。学生時代は同級生からいじめを受けていて、カントリーミュージックが好きということも笑いのネタにされていた。そのことについてテイラーは、彼女たちのいじめという逆境に負けず、頑張れた、試練にもなった。私が世界に負けないようずくなれたのも彼女たちのおかげだと思うとコメントしている。14歳でテネシー州ナッシュビルに転居した。 2004年、RCA レコードの養成所と契約し、ソニー、エイテビとの契約では最も若いソングライターとなった。トロイ・バージェス、ブレッド・ビーバーズ、ブレッド・ジェームズ、マック・マカナリー、ウォレン・ブラザーズなど、ミュージック・ローのソングライターと共に書いた曲を提出し続けた。彼女は、最終的に、リズ・ローズとチームを組み続けた。スウィフトは、 ローズと RCA のソングライターイベントで出会い、共に作曲することを提案した。二人は毎週火曜日の放課後、2時間の作曲セッションを行った。ローズはこのセッションについて、とてもやりやすかった。ただ単に私は、彼女の編集者だった。彼女はその日学校であったことを作曲した。彼女は言いたいことが明確だった。そして、彼女が作るサビは、 とても素晴らしかったと語った。スウィフトはまたプロデューサーのネーザン・チャップマンともデモテープのレコーディングを行った。2004年ニューヨークのライブハウスで行われた BMI ソングライターズサークルのショーケースでの演奏後ソニーエイテビミュージックパブリッシングにソングライターとして最年少で採用された。15歳の時自身の曲でキャリアを開始したかった彼女は 他のソングライターの曲を歌わせたがり、18歳までアルバムの出版を待つとした RCA レコードを離れた。後に私は純粋に時間がないと思っていた。彼らは私がやっていることを見ているだけで、私はアルバムの制作に時間を費やしたかったと語った。またマネージャーのダイントローとも決別したため、後にスウィフトと両親は訴えられることとなった。2010年、 裁判でダイントローの訴えの6つは無効となり、残りの不当利益の返還要求は、時短となった。2005年、ナッシュビルのライブハウスブルーバードカフェでのショーケースで、スウィフトは、自身のレーベルビッグマシンレコードの準備中であった、ドリームワークスレコードの10、スコット・ボーケタから注目された。スウィフトの父は、この新会社の資本金の3%を支払い、彼女は、 最初の契約者の一人となった。カントリーミュージック業界への参入において、冒険家はスウィフトに CMA ミュージックフェスティバルでのエスコート役を経験させた。ビッグマシンレコードとの契約直後、スウィフトは本人の名を冠したアルバム、テイラー・スウィフトの制作に取り掛かった。ナッシュビルのベテランプロデューサーとの試行錯誤の後、デモプロデューサーとしてネイザン・チャップマンを雇うよう、 ビッグマシンを説得した。彼にとってこれが初めてのスタジオアルバムとなるが、スウィフトは彼と良い化学反応ができると確信していた。スウィフトは一人で2曲のシングルを含む計3曲を書き上げ、他の8曲をローズ、ロバート・エリス・オラル、アンジェロペ・ペトラグリアと共に作曲した。このアルバムは音楽的にカントリーの伝統楽器と今時のロックギターの融合、 と説明されている。2006年10月24日、アルバム、テイラー・スウィフトが発売され最高位5位を記録。ニューヨーク・タイムズ紙は、このポップ調のカントリーは、スウィフトの、しっかりした、訴えるような声によ、開発さと皮肉を合わせ持つと、記した。ザ・ニューヨーカー氏のサーシャ・フレア・ジョーンズは、この16歳のスウィフトを、振動王と呼び、を聞いたとハ発としたとして、 HE5 と A1、ハンドフィール・オン・ザ・ステアリング・ホイール、ザー・ザー・オン・マイ・ハートとの歌詞を称賛した。ローリング・ストーンは、フレッシュだが意外と熟練したと評し、アワー・ソングの苦労しいほどのサビのメロディの歌い方を、ブリトニー・スピアーズや、パッツィ・クラインのようだ称賛した。2006年6月、シングルが出版されたが、まだ新しいビッグマシンレコードのため、スウィフトと母は、 ラジオ局に送るための CD を封筒に入れる作業を手伝った。2006年の1年間のほとんどをデビューアルバムのプロモーションのため全国のラジオ局を回り、後にほとんどのアーティストはラジオツアーに6週間を費やす。私は6ヶ月かかったと語った。スウィフトは自分の曲をかけてくれるラジオ番組に送るためにクッキーを焼き絵を描いた。また、グランドオールオープリー。 グッドモーニングアメリカ、トータルリクエストライブなど多くのテレビ番組にも出演した。自身をネット世代と表すスウィフトはマイスプイスのページを立ち上げた。これは当時カントリー界の革命であった。16歳のシンガーソングライターのこの決断に対し、ケ桁は当初前を潜めたが、スウィフトは10代の少女たちにカントリーミュージックを聴いてもらうべく新たな領域に足を踏み入れた。 2006年ビッグマシンレコードで活動開始。デビューシングルティム・マッグローとデビューアルバムテイラースウーフと2006年10月にリリース。アルバムはビルボードの総合アルバムチャートビルボード229位で登場し、発売後の1週間で6万1000枚以上を売り上げた。その後、ビルボード200では5位に上がり、カントリーアルバム部門で1位を獲得した。現在、 マイスプイスでのストリーム数は2000万回を超え、マイスプイス内のカントリー歌手ランキングで1位を保っている。2007年には3枚目のシングルであるアワーソングがカントリーチャートで6週連続1位を記録する大ヒットとなった。2008年11月11日に全米でセカンドアルバムフィラスをリリースし、第52回グラミー少年間。 最優秀アルバム賞を史上最年少で受賞。発売後1週間で59万2000枚を売上ビルボード200で1位を獲得した。同アルバム内の曲で同年9月12日にシングルカットされたラブストーリーは iTunes ストアで2位、ビルボード100で4位を記録し大ヒットしている。また同アルバムに収録されたチェンジは一部が 北京オリンピックのアメリカ代表の応援曲に採用され NBC によるオリンピック中継の際に流れた。3番目にシングルカットされた y o u be long with me もビルボードトップ100において彼女にとってこの時点での最高位である任意を記録するなどヒットした。また2008年10月25日にフィラデルフィアで行われた MLB のワールドシリーズの試合前に アメリカ合衆国国家、成長期を歌った。2009年9月13日、MTV ビデオミュージックアワーズ2009で、最優秀女性アーティストビデオ賞受賞のスピーチをしている最中に、突然舞台上に泥酔して乱入してきた歌手のカニエ、ウエストにマイク奪われ、スピーチを妨害されるというハプニングがあった。ショックのあまり舞台裏で母親と涙を流したそうだが、 その後、ビヨンセの計らいにより、スピーチを改めて言った。カニエに対しては、テレビでの何度もの謝罪と、気にかけてくれる、周りの人の温かさで、その後許したという。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震により被災した、人々と日本に住むすべての人に向けてのメッセージとして、ミュージックペンクラブにて、日本で被災された皆さんに、 私の思いと祈りと愛をお送りしますと語っている。2010年にサードアルバム、Speak Now をリリース、また2012年のフォースアルバム、Red では1週間で約120万8000枚のセールスを記録し自らが持つ初週セールス記録を大きく上回る結果を残してたテイラーだが、2014年のフィフスアルバムの 1989? は発売後1週間ですでに約128万7000枚の売り上げを記録し、ビルボード200で1位を記録。初週売り上げ最高記録を保持する歴代アーティストたちに迫る売り上げを記録している。シングルカットされたシーク・イット・オフとブランク・スペースは共にビルボード・ホット100においてナンバー1となるヒットを記録した。2014年ニューヨーク市のグローバル・ウェルカム・アンバサダー。 観光大使に就任。2015年2月には1989から3作目のミュージックビデオスタイルが公開された。2015年5月5日から始まったザ1989ワールドツアーの東京ドーム公演では2日間で計10万4千人の観客を動員した。2015年5月にミュージックビデオ バッド・ブラッドが公開後24時間以内で最も多い2010万回再生され、ラッパーニッキー・ミナージュのミュージックビデオ、アナ・コンダの1960万再生回数の木を破った。2016年2月米音楽界の権威、第58回グラミー賞で年間最優秀アルバム、最優秀ポップボーカルアルバム、最優秀ミュージックビデオを獲得した。 年間最優秀アルバムの受賞は第52回グラミー賞に続き2度目であり、女性では史上初。2017年8月、ファン交流会でテイラーの体を不適切に触ったとしてセクハラ訴訟合戦となっていた DJ のデビッド・ミューラーに対して勝訴した。2017年11月10日日に3年ぶりのアルバムとなるシックススアルバム。 レピューテーションを発売。発売日は、彼女と仲の悪いカニエ・ウェストのお母さんの、命日だからという説もある。同年8月24日に、YouTube にアップした、ルック・ホワット・メイド・ミードゥーは24時間で2億回再生に達し、マイケル・ジャクソン以来記録更新。レピューテーションの楽曲のミュージックビデオは、現在、2017年10月公開の、レディー・フォーホワイットや、 同年11月公開のエンドゲーム2018年3月公開のデリケートが挙げられている。エンドゲームのミュージックビデオには東京が出演し日本のファンを大いに沸かせた。グラミー歌手サム・スミスは男性誌 GQ にテイラース・ウィーフとは素晴らしいよ。彼女はロールモデルだね。彼女のことをとても尊敬しているんだ。彼女は たくさんのレコードを売ることができて、経済的にたくさんの人をハッピーにして、でも、深い感情をキープしている。正直なねと述べている。女優レナダナムは、グラマー氏に、テーラーは、私の良き友なの。いつも彼女に電話したり、メールをしているわ。彼女は私に勇気をくれるし、最善の選択をするのに役立つアドバイスをくれの。彼女は、クリエイティブ面で、 素晴らしい本能を発揮するのよと称賛した。女優、歌手、前例ーは、ピープル氏のインタビューで、彼女って本当にスイートハートなの。テイラーはただ、本当に本当に優しい人なの。いつでも彼女に会えるって、クールよ。テイラーはみんなを、永遠の友達みたいに扱ってくれるの、と評している。A マキシム氏が発表する、2015年最もホットな、 女性100人の第一位に選ばれる。2012年5月、ブタディによると、故郷ナッシュビルにある、カントリーミュージック連動博物館に400万ドル、約3億2000万円を寄付した。2014年3月には、ファンの結婚祝いパーティに、サプライズ出席して、キッチン用品や手書きのアート作品などを送っている。また、病気の子供たちを元気づけるために、 小児病院を訪問している。8月にはファンの中から90人をニューヨークの自宅に招待してパーティーを開催。彼女、スウィフトは私たち一人数とが親友であるかのように接してくれたという。9月には30名のファンに自身が焼いたクッキーを振る舞いにショット撮影に応じたという。2014年秋にニューヨークのグローバルウェルカムアンバサダーに就任。 シングル、ウェルカムツーニューヨークの収益すべてを市内の公立学校に寄付。若者を支援する組織、ドゥサムシングが選ぶ、最もチャリティに貢献したスターに選出される。2015年4月、スウィフトと話をすることが、夢という癌を患う12歳の少女エミリーに電話をかけ話をして、少女の夢を叶えたという。7月7日に、血病の治療で、 スウィフトのコンサートに行くことができない11歳の少女に5万ドルの寄付を行い、美しくて勇敢なナオミ。コンサートに来れなくて残念だわ。でも、コンサートならいつでもたくさんあるわ。あなたが良くなることに集中しましょう。あなたとあなたの家族に大きなハグを送るわね。と、メッセージが添えれた。過去にジョナスブラザーズの次男ジョージョナスや、 俳優のテイラー・ロードナーと交際していた。2010年には一時、ジェイク・ジレンホールと交際報道があったが、2ヶ月で、破局。そのことについてテイラーは、彼のためにこのことは歌詞にしないと述べている。2012年の8月には、ジョン・カイ・ケネディの老いにあたるコナー・ケネディと交際したが10月に、破局。2012年12月頃から、 ワンダイレクションのハリー・スタイルズと交際していたが、約1ヶ月俳優期間で破局した。2015年現在、DJ ・カルビン・ハリスと交際している。6月には、スウィフトとハリス、ジョージョナスとジジ・ハディットのダブルゲートが報じられた。現在交際しているのは、俳優のジョー・アルーインである、歌手、女優のセレーナ・ゴメスと一緒に出かけているところをよく、パパラッチされている。二人は、 お互いに、姉妹みたいと言っている。他にも、歌手のエド・シーラン、ロードや、ビクトリアズ・シークレットモデルのカーリー・クロスとコンニーに、している。2010年夏頃から、ナッシュビルの実家から20分ほど離れたマンションにて、一人暮らしを始めている。2015年現在ニューヨーク・マンハッタン在住。1999年から、毎年アメリカの経済誌、ホーブスが発表している。 ザセレブリティ100に2009年度に初めて選出される。2008年6月1日からの1年間で1800万ドル、日本円で約18億円を稼いとして69位にランクインした。さらに、翌2010年度の同ランキングにおいては、アルバム、フィアレスの大ヒットやグラミー賞受賞、ツアーの大成功などにより、 ティーンスターズカテゴリー最高位となる12位まで順位を上げ、推定所得は4500万ドル、日本円で約45億円となった。同志が発表したハリウッドで最も稼いだ女性では9位にランクインしている。2011年度以降のザ・セレブリティ100におけるテイラーの順位と推定所得の推移は7位、4500万ドル、2011年度、11位。 5700万ドル、2012年度、6位、5500万ドル、2013年度、18位、6400万ドル、2014年度、8位、8000万ドル、2015年度、となっている。また、2011年度は、最も稼いでいる30歳未満のセレブで5位に、最も稼いだ女性ミュージシャンでは2位にランクインしている。二千十二年度以降の、 最も稼いだ女性ミュージシャンのテイラーの順位の推移は2位、2012年度、3位、2013年度、2位、2014年度、2位、2015年度となっており2011年度から5年連続トップ3入りを果たしている。2015年度は最も稼いだセレブカップルの第1位にテイラーとカルビン・ハリスが選ばれた。 推定所得は2人合わせて1億4600万ドルとなった。2011年4月、バングメディアインターナショナルによると、両親のためにテネシー州ナッシュビルに140万ドルの家を購入したという。この家は建物が1920年代のもので、ベッドルームが3部屋あり、敷地は約140坪で、テラスには大きな外洋の暖炉もあり、 肌寒い時期でも外でゆったりとした時間が過ごせるようになっているという。テイラーの関係者はとてもいい家で、テイラーもオフの時は両親に会いに行って泊まっています。両親が喜んでいるのが嬉しいようですよ、とコメントしている。2008年の大統領選挙の際、スウィフトは女性の政治進出を応援するキャンペーン、エブリーウーマンカウンツに参加したか 他のカントリーミュージシャンと共にボートカントリーにも参加した。当時スウィフトは、私は皆さんの候補者選びに影響するつもりはありませんし、自分の仕事だとは考えていません。アイドントシンクイッツマイジョブツー、トライインフルエンスピープルウィッチ、ウェーゼンシュットボート、と述べた一方、バラク・オバマの就任式の後には、生まれてこの方、国が、 ここまで政治に対して幸せになっているのを見たことがありません。私は初めて選挙に参加できて嬉しいです。I've never seen this country so happy about a political decision in my entire time of being alive.I am so glad this was my first election とローリングストーンに対してオバマを支持する姿勢を見せた。2012年のインタビューの中でスウィフトは できるだけ勉強をし、確かな情報に基づいて発信するよう心がけている。とした上で、いたずらに他人に影響を与えないようにするため、政治から距離を置く姿勢をとった。メディアは、当時のスウィフトの姿勢を批判し、ポリティコは、バカバカしいまでに、政治への関心が欠けている、ストディウスリーエイプリタケルと述べた。また、トランプを支持するオルタナウヨクたちの間で広まった。 実はスウィフトは隠れトランプという噂が、実は白人史上主義者にエスカレートし、ナチスと結びつけたインターネットミームが発生したほか、彼女をアーリア人の女神と呼ぶものまで出てきた。スウィフトはケネディ家とも交流があり、ロバートケネディの妻であるエセルスかけるケネディを称賛している。スウィフトはフェミニストでもあり、性的少数者への差別を批判している。 2008年には発生した際、スウィフトは、ヘイトクライムに反対するの公共広告の収録に参加した。事件から1年後、彼女は、自身の両親から、愛する対象や、肌の色、宗教などで他人を判断してはいけないと教えられたと、セブンティーンの取材に対して述べている。いじめへの反対を歌った、ミンのミュージックビデオは、高校でのホモフォビアも題材にしており、 2011年の MTV ビデオミュージックアワードのソーシャルアクティビズム部門にノミネートされた。ニューヨークタイムズはゲイのファンに対し辛い時でも自分のアイデンティティを受け入れるよう歌い上げる彼女は新世代の若い、そしてまっすぐな女性たちの一人だと評している。2018年10月7日、スウィフトは自身のインスタグラムにデミー主党を支持する意向を明らかにし、 上院の選挙でフィルブレデセンを下院の選挙ではジム・クーパーに投票すると述べた。また、彼女は可能な限り女性の候補者に投票するとした上で共和党のを支持できないと述べ、性的少数者の権利やジェンダー、人種上の平等の獲得、及び制度的な人種差別、システミックレイシズムの撤廃に向けて戦いたいと語った。インスタグラムの投稿には、 数時間で100万以上のいいねがついたほか、25万件のオンライン有権者登録があった。非営利団体 vote.org は10月7日以降の登録の6割以上が18歳から29歳だったことを明らかにし、スウィフトの呼びかけによる影響の度合いは不明としつつも、彼女のファン層との重複を指摘している。また、 彼女は2018年のアメリカンミュージックアワード2018のアーティスト・オブ・ザ・イヤーの受賞式の場でも同様の発言をしている。スウィフトの発言に対しアメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプはスウィフトがブラックバーンについてよく知らないのではないかと述べ彼女の音楽が25%嫌いになったと発言した。実体験が元になっている歌が多い。 デビュー曲、ティム・マグローは、高校一年の時に作った歌で、上級生のボーイフレンドが卒業して、遠くに行ってしまう際に、二人でよく聴いた、ティム・マグローの歌を耳にしたら、私のことを、少しでも思い出してほしいという願いを込めたものである。セカンドアルバム、フィラスからの大ヒットシングル、は、両思いの彼と家族との間で揺れる彼女の切ない、恋心を歌ったものである。 この曲は映画、ロミオとジュリエットからインスピレーションを得たという。ヘイ・スティーブンは片思いであった、実在の男性、スティーブンに対して、気持ちを伝えるために制作した曲である。この曲がリリースされた日、テイラーはその男性に対して、5番を聴いて、と SMS を送ったという、ニューヨーク・タイムズ・インタビュー。また、ザ・ベスト・デイでは、母、アンドレアに捧げている。 Forever and Always は、たった27秒の電話でテイラーを一方的に振った、ジョナスブラザーズのジョージョナスへの曲である。ディドロップス、オン・マイ・ギターでは、高校1年生の時の失恋を歌っている。両思いだと思っていた彼、どれには恋人が存在し、彼がスウィフトを女友達としか見ていなかったと気づいた彼女の心が綴られている。 サードアルバムのスピークナウに収録されている曲では、バックツーディセンバーはテイラー・ロートナーについて、ディアー・ジョンはジョン・メイヤーについて、それぞれ書いた曲である。フォースアルバムのレッドは過去の大失恋をテーマにしているという。このアルバムの中には、ジェイク・ギレンホールについて書いた曲があるという。上記アルバムレッドからのシングル、I,New You Are Trouble は、 ワンダイィレクションのハリー・スタイルズに向けられた曲である。他に、1989からの曲、アウト・オブ・ザ・ウッズ、シェイク・イット・オフの歌詞の一部もハリーに向けての歌である。なお、作詞、作曲には携帯電話を活用している。移動の車中、あるいは打ち合わせやパーティーの最中でも、詞や曲に使えそうな言葉、フレーズを思いつくと、その場で、 携帯電話にメモあるいは録音するようにしているため、げんな顔をされることもあるという。ダ多数参照を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。